仕掛けるか、裏へのスルーパス、ナイス、ここで受ける、いや今のは決められないでしょ田中。ババエ、北澤さん、ここまでご覧になっていかがですか。鹿児島としてはホームの試合ですからね、サポーターの応援に応えて最低でも同点にしておきたいところですよね。森、さあカウンターのチャンスになります。裏へ届くか、いけるか、つないでるか、よし、ナイスキー、このパスはキーパーへ。砂森、よいしょ、田中と、この位置でボールを受けます、中央へ、どう、こうなんでしょう。素晴らしいコースリングでした。一瞬間中に2枚3枚入ってきましたからね、見当たりませんね。うん、多分コーナーキックだよね。鹿児島、ここでベンチが動きます。あれ、鹿児島としてはこのやり方を続けていけばいいと思いますね。はい、積極的に行きたいですね。このカウンターがやばいな。狙い抜けた、チャンスになる、危ない、牛の浜、鹿児島交代の枠はまだ2つ残しています。馬場へ、枝本、田中、鹿児島奪い返します。枝本、これを拾いたい、山口、西野浜とボールは田辺、上がる、これは最初に、このまま終われるかっていうようなね、攻撃でしたけどもね。よしよし、まだまだ終わらないよ。両チームともメンバー交代があるようです。2人の選手を入れ替えます。上げる、うん、処理しました。いいとこまで行ったんですけどもね、ただまだ時間残ってますから、ここは一旦落ち着きたいとこですよね。まずい、ナイス、ありがとうございます。キーパー田辺、鹿児島、ここに来てなかなか厳しそうにも見えるんですが、どうでしょう。そうですね、あと1回は必ずチャンスが来ると思うので、そこを決めきれるかがポイントですね。ああ、かわいい、裏を狙っていきます。なんかお前うまくいなされてる感じですよね。この後ですよね、しっかりと切り替えたいところですよね。藤沢、三宅、こういう時にこれは通るね。さあ繋がるか、もっといいボールでしょ。よし、うわー、このクリアボール次へ繋げたい、やばい。田中、ここで終了を告げる長い、こんな終わり方、1対0、まあいいわ、敗北です。最終節を気持ちよく締めくくることができませんでした。いかがでしたか。試合の組み立て方や攻撃のパターンなどを見ていても、お互いの特徴がよく分かる試合内容ですね。ブーイングですかこれ。シーズンを戦っていく中で作り上げていった自分たちの形なんですよね。違うか。そうですね。さあ皆様、お別れの時間となります。解説は北澤剛さんでお送りいたしました。北澤さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。後半はね、ちょっとは盛り返したんだけどね。最終節、鹿児島前半の1点に泣くという